映像の中にも UFO の大群が映っていた。画面左が日本列島、右は日本海の上空を飛ぶ UFO の大群。そして光り輝く都市は東京である。撮影したのはスペースシャトルエンデバー。多数の UFO と見られる大群は、何も光を発せられるものがないはずの日本海にある。漁船のいさり火であるならば、これほど明るく映るはずはないという。それに都市の明かりが乱反射して映り込んでいるのでもない。もちろんこれほどの光であれば、乗組員たちも気づいていたはずである。国際宇宙ステーションのソーラーパネル横を通過する UFO。 しかし UFO らしきものが映し出されると、すぐに軌道追跡画面に切り替わってしまう。スペースシャトル飛行中は24時間ライブで放送しているだけに、時折 UFO が現れるという。この映像はシカゴ上空を飛ぶ UFO。 宇宙飛行士は UFO に気づいたのか、わざわざ UFO にズームインしているが、これも先ほどと同様、画面はすぐに切り替わってしまう。このような映像がありながら、 NASA はその答えを出そうとはしない。